前ここにも出てもらった女性で、はい、INFJ で、うん、なんか親友の意味ってみたいな子が来たじゃないですか、はいはい、親友の意味がわからんのですって、うんうんうん、昔から高校から一緒で飲みに行ったりする、うん、このことを親友と思うのはおこがましいって思うんですよ、うんうんうん、私はこの人のことを親友と思っちゃいけないって、うん、じゃあその親友の定義はっていうと、うんうん、いやこういう深い話ができる人が親友ですって、うん、その高校の時の友達とかはそういう話ができないんです、うん、だから親友と思うのはおこがましくてって、うんうん、っていうこのなんかめんどくさいって言っちゃダメですね、はい、人のタイプのことをねユング研究所さんって同志でいるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、この氷さんと、はい、あのユング研究所さんと、うん、M8 でちょうど今2000人ぐらいのところでしのぎを削ってるじゃないですか、はいはい、その方が、うん、INFJ のネガティブループを、うん、ネガティブループから脱出する方法みたいな動画が僕のところにポンって上がってきてですね、うんうんうん、なるほどと、うん、INFJ さんはネガティブループかとネガティブループな子かと。それタイトル見ただけですよね。タイトル見ただけですなるほどそうかって。そういう子じゃない可能性はありますよね。 INFJ がネガティブループから脱却する手段とはって出てきてですね、うん、で結構ツイッターとかでも、うん、INFJ の生きづらさとか、うん、NITI のループ問題、ループあるあるみたいなのが出てきてですね、うんうん、N なんですかね悪さをするのは。まあ N も S もみんな悪さはするんでそうだったそうでしたね、うんうん、確かに。で多分みんなネガティブループするんじゃないですか、不健全に陥ってなんか悪い方向に進むときは。ああまあ確かにね、はいはい、でもなんか僕、うん、先週、うん、あのいや太宰を読んでさって、はいはい、もう僕がいたんですよって話をしたじゃないですか、うん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 、あれ読み進めていくと、うん、なんかねイライラしてくるんですよお前はいつまでこんな陰陰滅滅しとんじゃいみたいな、うんうんうん、多分この辺はねなんか S っぽさを感じるんですね。いかんいかんと、こんな小説に没頭しとっちゃいかんって、うんうんうん、今ってなるんですよ、うんうん、N なんじゃないの悪さするのってどうなんですかね。いやわかんないですけどね。でも確かにループしないですもんね。ループしないです、ネガティブループは、うん、確かに。じゃあこの親友おこがましいっていう高校からの30年来の友達に向かって、私が親友っていうのはおこがましいですという INFJ ネガティブループさんの、まあ相性面、相性というか人とのコミュニケーション面というんでしょうかっていうのをこちらですね、あなたにぴったりの相手がわかる16の方性格からですね、ちょっとご紹介できればなと思っております、はい、でこの INFJ さんが、なるほど、理想家なんですね。理想家と書いてあります、うんうん、内向、直感、情緒、決断の人ですね、うん、誠実で協調する人、高い理念を持つ縁の下の力持ちとあります、うん、確かに協調、確かにね、あの親友っていうのをおこがましいんですっていう割には、うんうんうん、二等兵さん親友ですよねって強調してくるんですよね、うん、グイッとくる強調って、その強調ここにはグイッと来たんですよ、はい、そんな INFJ さん、うん、INFJ を表現する二つの言葉は高潔、高潔っていうのは高い気合いですね、うんうん、高潔と独創性、洞察力と創造性に富む INFJ はそうした才能を駆使して人の役に立てると満足します、うん、聞き上手で忍耐強く思いやりがあり、新たな革新的な方法を思いつき人の役に立とうとしますと、うん、優しく控えめで目立つのを好まず縁の下で働きたいと思っています、うん、思慮深く世話好きで調和のある人間関係を築くためなら骨身を惜しみませんが、自立心が強く自分の意見をはっきり持っており、批判されようが疑問視されようがひるみません。自分の心情に揺るぎない自信を持っているので
カリスマ性のあるリーダーとなる場合もありますと。独創的なアイデアは浮かぶのですが、それを実現するのは苦手。全体像を見るのは得意ですが、細々とした細かいことを軽視しがちですと。自分の立場を強く信じているので、異なる意見を批判したり軽蔑したりしますと。あ、自分の意見を強く信じているので異なる意見はあまりよろしくないんですね、うん、ひたむきですが、一度決めた計画を修正しようとせず頑固で譲らないところもありますと、うん、集中力があり決然としており、有能ではありますが結論を急ぎすぎ、途中の過程を楽しむのは不得手ですと。また物事を個人的に捉え、悪意のない言葉にも傷つきます。しまった、今しまったが急に出てきました、すいません。物事をあまり杓子定規に考えず、日常生活のささやかな喜びを味わい、自分の欠点を笑い飛ばせるようになりましょうと。悪意がなくても悪意がなくてもダメなんですね、はい、うん、申し訳ございませんでした。なるほど、内向で直感で情緒で決断。 J が J ということは NI 主機能が内向感情ですね、はい、あ違う、 J ですよね、 J です、 NI じゃないですか。あ、内向直感、はい、が主機能、はい、内向直感の輩ですか、はい、なるほどね、はい、なるほどね。ではパートナーとしての INFJ、 INFJ はパートナーが夢を実現できるように支えます、うん、とても創造的なので、パートナーが目標を達成できるようアドバイスも欠かしません。調和を重んじるので対立があれば解決しようとしますが、倫理観については譲りません、うん、自分の考えが正しいと信じているので妥協は不公平だと思うからですと、うん、パートナーから創造性を褒められると嬉しいし、自分の価値観を尊重してほしいと思っています。パートナーには心を開いてもらいたいし、気持ちの上でつながっていたいと願っています。どうしたんですか。申し訳ございません、はい、今、うん、あのそのこと喋ってる気がした、はいはい、というのは要はね、確かに、うん、親友だっていうのは譲らないんですよ、うんうんうん、で僕はもうそんなのいいじゃんなんですよ、うん、どっちだっていいじゃんなんですよ、うん、そうすると、うん、その私だけ親友と思ってるのは、うん、不公平だになるんですね、うんうん、もう困っちゃうじゃないですか。そんなのいいならそれでいいんじゃないですか。僕はね、ん、どういうこと。そんなのいいなら、それそんなのどうでもいいんだったら、あ、ほんじゃ親友ででいいんじゃないですか。なるほど、僕も譲ってないってことですね、はい、そこなんで、あ、はい、そこなんでしょうね、はい、あのね、現地を取られたくなかったんですよ、はい、うん、確かに、はい、おいどんも強情だってことですね。はい、こだわってるって話ですよね。確かにこだわってた、はいはい、対象だったらじゃあどっちでも、あ、じゃあ親友でってなります。うん、親友でって言われれば、あ、親友でですよ、全部合わせますよ。親友ってそんな軽い言葉ですか。はい。だから僕がこだわってるんだ。はい。鏡だった。確かに確かにね、うん、だって分かんないじゃないですか、人それぞれの感覚もありますし。そうで、もうその状況は変わんないわけじゃないですか。変わんないです。どんな名前をつけるかが違うだけで。そうですね。でこれを親友って言うんだったら親友で別にいいじゃないですか。あ、僕それがなんかね、あ、僕もじゃあ、はい、強情です。うん、違うんだったらもう違うでいいじゃんなんですよ。でも違わないって言ってる。こっちは違わないって言ってる、うんうん、親友だって言ってる、うん、こういう、なんて言うんだろう、こういうのが親友だっていう定義なわけじゃないですか。あ、でまたヤンバルさんごきげんよう。ヤンバルさんがうまいのは、はい、こいつは主導権、うんうん、主権を取られたくなかったということですかねっていう。主権を取られたくなかった、そこまでの
思考能力は働いてない、わかんないです。うん、はい、わからないです。わからないですね、はい、そんな皆さん分かりながら話してますかね。何をですか。親友についてとか、なんか大切なものについてとか。親友についてとかは別にそんなに意識もしてないですよ。だから親友ねって言うんだったらもう親友でいいですよ。隊長、ちなみに冒頭で申し上げた、うん、はいはい、その INTJ だっていう人が言う、うんうんうん、その大切なものとはみたいなのも、うん、はいはいはい、ああそうだよねってできます。できますよ。なるほど。あ、それをやれって言われると、はい、そう思え、思えみたいな。それをそれはまあ言葉の定義じゃないじゃないですか。はいはいはい。この親友はまあ単なる言葉の定義ですよ。っていうと大切なものをどう思うかっていうのも、大切なものをどう思うかを行動を要求されるわけじゃないですか。はい、ちゃんと思ってることを全部話せ。はい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 。言いにくいことも全部主張しろ。でも基本この INFJ さんも書いてありますよ、うん、要はパートナーには心を開いてほしいし、うんうん、要は気持ちでつながっ、気持ちの上でつながっていたいって、うんうんうん、多分これは言葉を要求してきますよね、おそらく。言葉を要求、多分、うん、親友、愛してるって言って、うん、みたいな、うん、言えます。愛してたら言えますよそう、そこ、はい、そこはだから愛してない、言えないってことは愛してないわけですよねこれはごめんなさい、はい、言葉をすごい、まあそのまま今思ったことを言うと、うん、はい、めんどくさいですねはい、なるほど、うん、だって心を開いてもらいは、何て言うんだろう、心をオープンにしろって言われるんですよ。はい、オープンにできます。オープンにできますよ。できますよというか、オープンの仕方が違うって話じゃないですか。あ、それを言われると僕は納得です。はい、うん、そうです。僕のオープンはこれだって話ですよね。うん、全部言うことがオープンだとは思ってないみたいな。幕はありますオープンにしたところの部屋にも、うん、カーテンはかかってます、うん、でここは開けるなよがあります、うん、はい、でもうそれでも開けろって言われると攻撃するかもしれないです。そうですよ。でも多分向こうはだって私はオープンだもん、うん、で本じゃオープンするって言って喧嘩になるパターンじゃないですか。本じゃ俺もオープンにしようかってなると喧嘩になりますよね。っていうこの理想家、はい、INFJ さん、はい、もこさん、欠点を笑い飛ばすなんて笑えない、はい、相手にも同じぐらいのエネルギーを欲求してるという感じだと、うん、エネルギーは好きなら出してますよね、はい、違う方法で。いや、私があなたのことを100好きなんだから、うん、あなたも100好きでいてよ、うん、って言われるんですよ、うん、どう思いますどう思いますって、まあ、微妙、その100はどう計測するかですよね計測とか言いました今はい、その分かんないじゃないですか。分かんないです。好きとかって分かんないじゃないですか。同じぐらいのエネルギー同じなんだよって話じゃないですかそうですね、うん、だからね、その時のノリによってなんか、うん、変わりそうですよね。で、まあ、好きだったら好きだよって話じゃないですか、はい、うん、負けないぐらい測ることはできないけどそうですね、はい、この辺ですかね、はい、